ルセロナのキックオフでスタート。ここは競り勝ちます。バザチコグル、ドラクスラー、このパスがつながります。ディフェンダー集中力いいですよ。セルヒオ・ブスケツ、リバウンド、アンブロンク・ホルスト、ドラクスラー、バウデンベルフ、もう一つ前に行きたい。さあカイトへ、ここは体を張ります。縦へのボール、サイドを使うと呼んでいた。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。リバウンド、リバウンド、ライツィハー、リバウンド、メッシ、裏に味方を走らせる。メッシからのスルーパスは通りませんでした。エルアーマディ、サイドを変えた形、いい展開ですね。クロス、よくカバーしましたよ。惜しいシュートです。やっぱり一瞬ぐらい打ってきますよね。ボールを送ります。ここは競り勝ちます。バンベーク、ドラクスラー、コンゴロ、ドラクスラー、ここは競り勝ちます。バルセロナはここでファールがありました。ドラクスラーから一気に前へ、ライツィハー、リバウド、リバウドから右サイド、エルイエロエリア、アーチのようなパス、カイトへ、抜けるか、裏を狙っていきます。インターセプト、呼んでいた。バンブロンクホルスト、さあ左サイドへ。グライフェルトがこの試合2得点、あと1点決めればハットトリックです。コンゴロ、ドラクスラー、エルアーマディ、さあ左へ預けて、バンブロンクホルスト、さあ左サイドへ。フェイエノールドとしては先ほどから守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、背後のスペースを意識してるんでしょうね。それはスルーパスの対策ということになるんでしょうか。そうですね、浮かせたスルーパスなんかにも効果的ですよね、ただ常に相手と一定の距離を保つマークをしているのでだんだんラインが後ろに下がってしまうんですよね、そうすると中盤にスペースができやすくなってしまうので、しっかりと味方の中盤がボールに寄せて起点を潰すケアが必要になってきますよね。まあ、その相互理解がないと穴が開いてしまうということですね。そうなんですよね。カイト、うまくボールに行きました。ここでファールをもらいます。バルセロナ注意に終わります。
届くか。セルティ長いボール縦へ。レイエノルトが結構横に広くピッチを使ってますけどもね、うん、先ほどから前線の選手が外に開いてるんですよね。なるほど、サイドから攻めようという意図なんですね。そうですね、あとはタッチラインまで開くことで中にいるディフェンダーを外まで釣ってこられるんですよね。そうすることで中央にバイタルができやすくなるメリットもありますからね。はい、左から上がっていきます。ドラクスラー抜けてくる。ここで丁寧にコントロール。ライフェルトが北澤さん、先ほどからしっかりマークされてますね。そうですね、もうこれ以上点を取られないようにケアしてるんでしょうね。今日はシュートも結構打ってますからね。フェイエノールトがメンバーチェンジをします。ここは間合いを取る。惜しい。エルアーマディチャンスだ。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。バルセロナとしては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。リバウド、メッシからクライフェルト。レイエノールトはここでファールがありました。およそ30メートルというところです。まだありますね、チャンス。ミドル惜しい。ミドルシュートに行きました。リバウド、ベジノビッチ、コンゴロ、アーチのようなパス。お、いい形ですよ。リバウド、大きく縦へ。メッシからクライフェルト、カットです。ベジノビッチ、ファンベーク、バウデンベルフ、ベルフハイス、ベジノビッチ、ドラクスラー、セルティ、さあ左へ預けて、クライフェルト、組み立てながら攻め上がっていく。このボールをカットします。エルアーマディ。バルセロナは選手の交代を考える時間帯になってきましたが、ここまでまだ動きはありません。ドラクスラー、クライフェルト、ファンブロンクホルスト、リバウド、シュートレッジです。ここは大きくクリア。危険なシーンでした。ドラクスラー、
バウデンベルフ、ベルフハイス、サイドのスペースを使います。一旦前を取る、コース空いた、シュート、これはわずかに右でした。バルセロナがここで選手を変えるようです。イニエスタ、縦にボールをつないでいきます。ボール入りましたよ。このパスが抜ける、あっと危ない、縦に仕掛けます、スルーパスを出す、中央へ、ガビゴル、さあカウンターのチャンスになります。通るのかこのパス、チャンス抜けた、フェルメール、ここは対応します。カイト、今日ワンアシストです。バザチコグル、ガビゴル、スルーパスを出す、チャンス来た、チャンスだ、さあ左へ預けて、ヨルゲンセン、チャレンジはしません。後ろに味方を走らせる、抜けた、勝負のシーン、バルセロナ追加点、追加点バルセロナ。これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、本当に際どいところを狙ってのスルーパス、オフサイドかなっていうところへのボールっていうのはね、やっぱり決定的なシーンにつながりますよね。なるほど。グライフェルト、当然ハットトリックということになります。さあバルセロナ3点リード。コンゴロ、縦に送ります。カイトから右へ、さあ繋がるか、ガビゴル、スペースへ出す、さあカウンターを仕掛けます。裏を狙っていきます。いい展開ですね。裏へ届くか、ここはカットします。もう一度スローインです。さあ左へ預けて、このパスを受けて、カイト、ここは競り勝ちます。イニエスタ、長いバザチコグル、
カイト、セルヒオ・ブスケツ、ここは一旦キーパーへ下げます。ここは競り勝ちます。セルヒオ・ブスケツ、セルキ、縦にボールを入れます。イニエスタへ、さあクライフェルト、バウデンベルフ、残り10分です。さあ左サイドへ、カイトから左へ、ジェラール・ピケ、これは奪い返します。セルキ、イニエスタ、ガビゴル、スペース出ましたね。ヨルゲンセン、キーパー前へ蹴り出します。ここは競り勝ちます。さあ右へ預けて、メッシ、メッシからクライフェルト、抜けるか、ライツィハー、ライツィハーからメッシ、縦へのボール、裏を狙っていきます。自分で行く、丁寧に足元を使う、ここは競り勝ちます。長いボールを送ります。ベジノビッチ、素早いパスで攻め上がっていきます。味方を走らせる、来たぞ、長いボール縦へ、スペースへ出す、このボールをカットします。リバウドからのパスは通りませんでした。エルフハイス、サイドのスペースを使う、 いいボールだ、ボールつなが、さあコーナーキック、残り時間はそれほどありません。あっとここでイエローカードです、バルセロナ。ああこれは一つ前のプレーですね。出るようなボールタッチ、さあカイトへ行くか、セルキ、ジェラール・ピケ、大きく縦へ、さあつながるか、ここは競り勝ちます。一呼吸を置きます。キーパーから前線へカットです。カイトへ、ここは時間を使います。リバウンド、クライフェルト、メッシ、裏へのスルーパス、ヨルゲンセン、カイト、スルーパスを出す、ハイツィハー、イニエスタへ、組み立てながら攻め上がっていく、ドルーズボール、この柔らかいパス、イニエスタ、ジェラール・ピケ、イニエスタ、収まった、フリーだ、エル・アーマディ、さあ左へ預けて、ライツィハー、さあバルセロナボールです。サイドを縦に走らせます、ミドル、あと少し、今のは惜しいシーンでした。
ルフィード、ガビゴル、緩いボール、これを読んでいた。ここクリアで難を逃れます。アレックス、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。メッシ、サイドのスペースへ走らせる。このボールをカットします。コーナーキックです。果敢に狙っていきましたが、ここで長い笛。4対1、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント初戦、見事アウェーゲームをものにしました。さあ北澤さん、今日のゲームどうでしたか？バルセロナとしては攻撃的で非常に迫力ありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。緊張を余儀なくされるという展開、今後の展開目が離せません。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。にしました。